1948年、日比野広しから1950年4月2日は、日本の教育者、政治家、衆議院議員、旧姓は小田。日本におけるマラソン指導の始祖とされている、愛知県中島郡大里村に、小田文信の三男として生まれる、愛知県中学校を経て、第一高等学校に入学、同校2年生の時に健康診断で、 胃腸病を発見された。以後彼は、健康のため、歩き方、姿勢に気を配るようになる。1895年帝国大学法科大学英法科卒業、農商務省に勤務した。1898年、日比野家の養子となる、40。1899年、母校である、愛知一中の校長に就任した。当時の同校は、生徒が教師を排斥したり、 ストライキを打ったりといった状況にあった。当時の中学校の多くでは、万風、狂気の生徒が横行し学校騒動が頻発していたが、40、愛知一中については寄宿者規則が極度に厳しく、生徒の自由を束縛しているという状況があったようで、ある、41、校長排斥運動により、空席となった校長の公認に頭を悩ませた、愛知県知事、大木も方が、 文部次官、奥田義人に人選を依頼し、奥田の推薦で、日比野が就任することとなった、40。混乱した母校の状況を聞いて日比野が自選したとも、言う、40。日比野は教育会出身ではないが、41、愛知県や文部省が愛知一中の正常化を日比野に託したと言える。日比野の教育理念は、抱き恋主義と評され、 着任大一日目にテニスコートに立ったという、日々のは同行の生徒指導に運動を取り入れた。特に、やめる者は医者へ行け、弱き者は歩け、健康なものは走れ、競争なものは競争せよと呼びかけ、生徒たちのエネルギーを勉学だけではなく、スポーツに向かわせた。日本で最初にマラソンを本格的に教育界に導入したとされ、自らも生徒とともに、 毎日2時間のマラソンを始めた。ゆえに、日比野にはマラソン校長の異名が付けられた。日比野の指導もあり、やがて愛知一中の風紀は収まると同時に、同校は日本を代表するスポーツ競合校となった。1911年には日本最初の生徒長距離競争を実施した。一中校長を務める傍ら、1908年には、 不遇なものの育英を掲げて有力者の三上へ、育英学校を設立した。1916年に愛知市中を退職後、1917年に県政会から第13回衆議院議員総選挙に立候補し、当選。議員を務める傍ら、引き続きマラソンの指導にも力を入れ、状態はまっすぐ、運動は手と足で行うとする、日々の式奏法の普及に努め、 国内のみならず海外でもマラソン指導に情熱を注いだ。1917年4月27日に開催された最初の駅伝競争とされる東海道駅伝徒歩競争に50歳にして中部組のアンカーとして参加し、大変な話題となった。1922年、育英学校を開祖し、名古屋育英商業学校を設立。体育区第一主義を掲げていたようである。 しかし、名古屋育英商業学校は、経営に行き詰まり、日比野は、私学経営から撤退した。1950年、脳出血のため亡くなった。水穂公園の日比野像、日比野の銅像が1966年に、名古屋市水穂公園陸上競技場の傍らに、混流されている。これは、戦前に、愛知一中の敷地内に建てられたものが、戦時の金属教室で失われ、 それを復活させようとして、計画、混流されたものである。中日新聞社が主催していた、中日マラソンでは、第9回大会から、日比野の偉業を称え、日比野賞、中日マラソン大会と称していた。開設当時は、名古屋市内をコースとしていたが、交通事情から後に、豊橋市から新城市を折り返すコースで、毎年3月に実施されていたが、 2009年3月開催の第57回大会をもって終了した。なお閉催されていた中日とヨハシハーフマラソン大会は2010年より、この国とヨハシハーフマラソン大会と改名した上で継続開催している。ありがとうございます。